昼間の独り言。はい、こんにちは。15時になりました。 FM88.7MHz ラジオ川越より送信しております、マッピールマの一人ごと、本日も始まりました。ということでですね、こちらのラジオ川越は 88.7MHz に合わせていただいても大丈夫なんですが、スマートフォンアプリレディモですね、レディモを使って聞く方法もあります。レディモを起動すると放送局選択というものが出てきますので、そちらでねラジオ川越を選んで聞いてほしいなと思っております。そして JCBA インターネットサイマルラジオという文面をですね検索をかけていただくと、全国のコミュニティ FM が、集まっているサイトへ飛びますので、そちらで、関東地方を選んでラジオ川越を選んで再生ボタンをポチで聞くことができます。また川越市のメインストリートであるサンロード商店街でですねラジオ川越が流れているということなので、ぜひともね皆様、サンロード歩くときはラジオ川越聞いてみてください。よろしくお願いいたします。イエイ。ということでですね、大変申し遅れて、しまいましたが、私、パーソナリティ埼玉県を中心に、各地で活動していますサニークラッカーというバンドのボーカリストミノルが担当しております。よろしくお願いします。でサニークラッカーっていうバンドはどんなバンドなのってねお話かもしれませんが、後ろでね、流れている音楽がサニークラッカーの音楽でございますね、このような感じでね、音楽やってますので、だから、ね、興味がね、あるよとかいう方がいましたら、ぜひとも、いろんなねサブスク、アップルミュージックとかスポティファイとかいろいろあると思うんですが、サニークラッカー聴くことできますので、ぜひ聴いてほしいななんて思ってます。またね私の、公式の公式のって言うとあれなんですけども、マッピルマの独り言専用のねツイッターがありますので、そちらの方でねまたそのサニークラッカーの音楽とかもね、まあ、ちょこっとね お知らせアナウンスもしてますので、そちらも確認してほしいなと思っております。さてマッピルマの独り言なのですが、こちらの番組はですね皆様からの、お便りをお待ちしております、ね、お便りというのもねいろいろあると思うのですが、まあ、番組の感想だったりね、そういうのもそうなんですが、まあ、こういうこと話してほしいとか、みのるさんこういうのどうなんですか、あとみのるくんこういうのどうなのみたいな、そういう質問とかでも何でもいいのですけども、ね、そういうものがね ありましたらぜひとも、投稿してくれたらいいななんて思ってます。で今投稿という言葉が言いましたが、まあ、どういうことかというとですね、ツイッターでありますよね、Twitter、ね、ツイッターあると思うんですが、そのツイッターのハッシュタグという機能を使って皆様とコミュニケーションを取っていきたいなと思っています。でハッシュタグね、あの半角シャープマークにマッピルマの独り言っていう風にね、書いてほしいのですが、半角シャープマークね、よく大文字でね、打ってしまう時もねあるかなと思っていますが、大文字だとちょっと検索にね引っかからなくなってしまうので、必ず半角シャープマークで打ってください。でツイッターやってないよって方も安心してください。なんて言うんだろう、ツイッタープラ、スペース、ツイッタースペース、マッピルマの独り言っていうのをね、検索してほしいんです、ウェブで。ね。で、そうすると僕のね、ツイッターのね、ページが出てくるんですね、マッピルマの独り言っていうね、アカウントが出てくるんですが、こちらのね、アカウントを除く分には、ツイッターの登録とか必要ないんですね。なので、見てほしいんですが、そちらに、メールアドレスを公開しております。ラジオ用のメールアドレスをね、公開しておりますので、何かね、質問とか、ね、番組のご感想とか、ご意見がありましたら、そちらから、ご連絡してほしいなと思ってます、ね、ツイッターやってる人は可能な限りハッシュタグマッピルマの独り言、やってないよって人は、検索していただいて、そこちらにあるメールアドレスから、投稿してくれたらいいかなと思っております。でまたねレディも、さんから、いろいろとねコメントを、送ることもできるんですが、ちょっとねタイムラグがありまして、ちょっとねすぐには確認できなかったりしますので、ぜひともねその2パターンのどちらかでね、コメントいただけたらないいななんて思っておりますので、その方法で送ってくれたらなと思っております。よろしくお願いします。
そんな本日8月16日なんですが、ね、ちょっとずっとね、このラジオカーゴを聞いていただいた方はなんとなくね、分かっているかもしれませんが、本日はね、生放送なかったんですよね。完全にお盆休みでございますので、8月16日のね、月曜日のね、生放送はね、一切なかったんですね。なのでね、僕の前のね、ご枯渇なかったな、ひどいですね。ご枯渇がなかったのでね、いつものように4時間弱とか言ってるんですが、今日はね、2時間だけしっぽりとやっていこうかなと思っております。そんなね、8月16日月曜日なのですが、昨日はですね、8月15日、ね、東松山レトロポップ食堂という場所でですね、私ライブをさせていただきましたね。本当にお集まりの皆さんありがとうございましたね。このような時期なのですが、歌えることに私とても感謝をしております。コロナ禍ですよね。で、僕の中ではやっぱりライブする場所っていうのはすごく考えております。なるべくならば野外は換気という概念なので、誘われれば少しは出たいなっていう気持ちにはなっているのですが、やっぱり室内となるとね、いろいろ考えちゃうなっていうのは、まあ、正直な話あります。僕ライブやりたいです。でもやりたいんですけども、そのせいで、誰かに移してしまったりとか、僕はもらってしまったりとか、いやね、そういうことがね、僕は非常にナーバスになっております。正直、この1年半ぐらい正直かなりナーバスになっております。なので、なんかなるべく僕地下でライブをするのあんまりなっていう風にね、ちょっと今最近はなんかかなりナーバスになってしまっておりまして、なのでなるべくね、地上にあるところ、ね、すぐに換気ができるところとかね、そういう風にある程度の距離を保てるような場所でしかね、やっぱできないなっていう風に思っております。でその点ね、東松山のレトロポップ食堂さんは本当に、地上にあるんですね。まあ、地上にあるっていう方はね、ちょっと変な言い方なのですが、地下ではないんですよね。なのでそういう点ではね、やはり、信頼があるのかなとか、安心があるのかななんて僕は思っております。とか言いながらね、もうお決まりなんですが、8月15日よりも前に今収録をしております。しかしながらね、そのように信頼があるっていうのはね、おそらくライブ前だからとか、ライブの後だからとかいうね、関係なく、僕は本当に信頼を置いております。なのでね、今はなかなかライブにね、見に行ったりとかすることはできない時期だと僕思ってますし、もちろんね、僕ら側もライブをするっていうことはかなり、選択をしながら、やるべきだと思ってます。もうこれは完全にね、僕の考え方なのですが、でも幸せなことに僕は、まだね、そういう危険な目には会っておりません。もちろんライブもしてないし、可能な限り外にも出てませんね。もちろん県をまたぐ移動も一切してません。なので、かなりね、注意はしているんですけども、少しでもね、皆様が笑顔につながるようにね、笑顔の未来があるように、私も気をつけてやっていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。ね、そのようにね、ライブがあるのですが、またね、秋口とかにね、ちょろっとだけね、ライブをしようかなと思ってますので、まあ、その時はその時でまたよろしくお願いいたします、ね、はい、ということでですね、今回はですね、8月2日のコメントを、振り返りながらいろいろとね、曲を流していこうかななんて思っております。でその8月2日の放送でどういうのがあったかというね、簡単におさらいをしますが、東村山市にあります太陽と月明かりっていうね、ライブスペースがあるんですよね。そちらの太陽と月明かりさんの、店長でありオーナーでもあるね、ヤジさんにですね、来ていただきまして、いろんなお話を伺った日でありました。この日はですね、本当に店長ヤジさん、オーナーでもあるんですが、ヤジさんの愛をたくさん触れた日だったなと思っております。そんなに背景もありまして、コメントはめちゃくちゃ多かったんですよね。なのでね、そういうのも見ていこうかなと思ってます。で今回の場合はですね、放送の前にもいろいろ投稿があったんですね。でそれはですね、もちろんね、
太陽と月明かりのヤジさんというね、を呼んだということでも多いのですが、その日ね収録したのがですね、僕ちょっと都内に行けないので、所沢市にあります魔女ハウスというところで、収録させていただきました。でその魔女ハウスっていうのはですね、猫ちゃんがいるんですよ。とんでもなく可愛い猫ちゃんが、まあ、猫様っていうのかな、まあ、店長のね猫様がいるんですよ、ね、2匹、2人、ね、いるんですけども、そのね、猫ちゃんに囲まれながら、放送したの収録をしたのですが、にゃーにゃー声入っていましたか？うん、結構ね私たちが喋ってる間もにゃーにゃー言ってたんですけども、結構ねマイクの向きとかもね気を使いながら、収録をしたので、まあ、基本的には猫のね、声は入ってないのかなとか思うんですがね、そんなね猫ちゃんのいる素敵な魔女ハウスという場所だったんですが、まあ、基本的にはね僕の中ではねマッサージも受けられるカフェみたいなイメージがあるんですが、占いとかもねあったりとか、そのようなね場所なんです。なのでなんかそういうね魔女っていう言葉にビビッときた方とかはですね、魔女ハウスね、ツイッターとかインスタグラムもやってますので、ぜひともね検索してほしいななんて思ってます。でね、実はそのね魔女ハウスさんがですね、たくさん告知もしていただいたんですね。でそのおかげでですね、とても反響も多く、そのオンエア前からね反響も多くて、7月のね28日の日にもですね、告知をしていただいたりとかありまして、でそういうね背景もありまして、やはりね番組のね始まる前から反響が多かったんですね。なんか嬉しいですよね。そのようになんかみんなで作っている感じがね僕も嬉しくて、なのでなんかねその特に8月2日のねオンエアは僕もね気合が入ってしまった感がありますね。もちろんね毎回気合入ってるんですが、なんかいろんな方が一緒に作ってるんだなっていうね、意識がねちょっと高まった、日でもありました。そんな感じでですね、いつ本来ならば8月2日のコメントを読むのですが、その前から実は、コメントもいただいていますので、そちらもね見ていこうかななんて思っております。はい、ということで、コメント一つ目ですね。ツイッターでも小早川るかさん投稿ありがとうございます、ね、7月28日にね投稿をしていただいてるんですが、なんとミラクルヤジの日ツーショット見たかったなというふうにね書かれておりますね。8月2日ヤジの日ということなのでね。でそして次流れるんだやったのようにですね、山本のろしさんのね大ファンなんですよね。なので、のろしさんが流れるということを察してですね、やったでテンション上がっております。そして、ヤジくん痩せた？そしてミノルくんが食べているのは、オンエア楽しみというふうに書いてあります、ね。こちらではですね、僕の写真とね、ヤジさんの写真、が載っているんですよね。僕とヤジさんが一緒になっている写真があるんですが、そちらのコメントもあるんですよね。で、まずヤジの日って話なんですが、8月2日がですね、オンエアだったんですけども、それがヤジだったんですね。8がヤ、2がジなので、ヤジの日だったんですね。でこれ実は狙ってなかったんですよね。いつぐらいのオンエアにしましょうかみたいな話をしてたんですけども、なんかねその日に流すアーティストさんの目玉ライブが8月にあるということなので、じゃあ早めにオンエアしちゃいましょうみたいな感じで撮ってね、結構すぐ、オンエアしたんですね。でそれがたまたま8月2日だったんですね。早め早めに考えたら、それがですね、たまたま8月2日であって、ヤジさんがゲストのヤジの日だったんですよね。しかもね、ヤジさんは、ドラマでもあり、シンガーソングライターでもあり、パーカッショニストって言えばいいんですかね、打楽器を叩く人でもあるんですね。打楽器を叩くってもおかしいんですけども、打楽器を演奏する人でもあるんですね。その打楽器の一つにカホンっていう楽器があるんですが、なんとカホンの日でもあるんですって。もちろんね、ヤジさんカホンも演奏しますので、もう本当にね8月2日はヤジさんのための日なんじゃないかとね思うぐらい、ぴったりの日だったんだななんて思っておりますね。でこのツーショット見たかったなとかいうねお話なんですが、そうなんですよね、僕ちょっと都内に行くこともあまりない、全くないですし、なのでねなかなか、最近はね見ることないと思うんですが、ちょっとね近々ね1本ぐらいは都内でライブしたいななんて思ってますのでね、まあ、そういう時はもうおそらく
ほぼ、太陽と月明かりさんでね、まず様子を見ながらちょっとライブしたいなと思っております。ね、東村山は所沢の隣なので、まあ、そういうところから少しずつやっていきたいななんて思っております。そしてですね、山本ノイさんのねことを推しっていう風に書いてありますがね、この山本ノイさんに関してはですね、後ほどまたお話ししますので、ちょっとね一回、やったー祝パン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 のようにね、祝の後に、ね、クラッカーが5個も出てます。5個も出ているので、本当にね、山本ノイさんの曲をね聞いていただいた方すぐにわかると思うんですが、グッてこと心を掴んでくるような素敵な曲なんですよね。なので、ぜひとも聴いてほしいなと思っております。そしてね、ヤジくん痩せたっていう風にも書いてあるんですけども、実際僕もヤジさんともう1年半ぶりぐらいに会ったのかなとかいうレベルなんですけども、僕も痩せたなって思いました。でも実際はそんな痩せてないらしいんですけどもね、でみのるくんが食べているのはまさかとかいう風にね書いてあるんですが、そうなんですよ。そのまさかで唐揚げ丼食べさせていただいたんですね。わざわざですね、東村山から調理をして持ってきていただいて、でまたね魔女ハウスの中でも最終調理をしてくれたんですよね。ありがたい話ですよね。ちょっと食べたいななんてねポロって言ったらね、そうやって準備をしてくれて、本当にありがたかったです。そのようにですね、放送よりも前に、このように、ね、反響があったんですね。そしてなんとですね、今日超奇跡的なんですけども、ハッシュタグ真昼間の独り言を、おそらく、ラジオとは関係ないツイートもあったんですよね。これ初めてです。真昼間の独り言って検索すると、この番組が始まる前に真昼間の独り言っていう言葉をつぶやいている人がほんの数名いたんですね。ほんの数名いたんですが、ハッシュタグ真昼間の独り言っていうのがオンエア、まあ、番組がね始まってからはですね、番組以外の投稿はなかったんですが、ついに番組以外の投稿が出てきたんです。実はしかしながらですね、これはね違う方の、なんかインスタライブかなんかの、インスタライブが待ちきれないよみたいな感じのマッピールマの独り言だったらしいんですよね。なので一応この番組の中では取り上げないのですが、この投稿を見つけた時は僕はかなりテンションが上がりました。ついにとかね思っちゃいましたよね、うん、なので、ぜひともね違うタイミングでも僕ね真昼間の独り言というツイートはかなり見ておりますので、ぜひともね、投稿してほしいなと思っています。でこのようにねこの番組関係のないツイートももしやなんて思いながらね見てしまうので、ぜひともぜひともね投稿してくださいね。ハッシュタグ真昼間の独り言、ね、よろしくお願いいたします。それでですね、放送の1日前もですね、小早川瑠香さんね投稿ありがとうございます。8月1日のね、ツイートですね、ヤジさんとねミノルが、やる番組があるよっていうね、ゲストでヤジさんが出ますよという風にやって、書いてあるんですが、なんと視聴方法としてアプリのリンクだったり、JCBA サイマル、インターネットサイマルラジオさんの URL が貼ってあったり、ラジオ川越さんのホームページを貼ってあるっていう、これすごいですよね。正直な話、僕もねその JCBA インターネットサイマルラジオさんの URL を、まあ、送ったりも送るじゃないや貼ったりもしてるんですが、ここまでレディモのね、ダウンロード先だったりラジオ川越さんのホームページだったりをここまでね全部揃えてツイートしたことなかったですね。ありがとうございます。これ本当にね結構なね大変な労力だと思うんですが、本当にありがとうございます。そしてオンエアの前にも魔女ハウスさん、これね本当にオンエアの前というか直前ですかね、うん、8月2日の10時44分ですねにも魔女ハウスさんが
あのこういう番組ありますよっていう風に投稿してくれてるんですよね。これかなり嬉しいです。しかし僕もねそのツイートを引用リツイートとかしたかったのですが、10時44分はですねもう僕すでにラジオ川越の、ブースにいましたので、番組自体は1時からなんですが、もうその日はもうね10時半ぐらいにはもうすでに、ラジオ川越さんのブースにいたので、この投稿はちょっと気づかなかったんですよね。なので、本当はね放送前にね引用リツイートして今日ですよって僕も言いたかったのですが、すいませんね、悔しかったですね、できなかったことがね、なので、でもそのようになんかこういう風に放送の前からこういう風に、伝えてくれるって嬉しいですよね。でまた8月2日の11時半ですよね。でその時にもですね小早川瑠香さんが、ね、ご活のことに触れてくれて、その後にある、真っ昼間の独り言、ねのことの告知、ダブル告知してくれてます。真っ昼間の独り言では矢地さんがゲストが出ますよ、山本のりさんの曲も、初めて紹介されますよみたいなことも書いてあって、これすごいですよね。なのでね、嬉しいです。でまたそのね午後活の方で僕ねビーズさんの曲流したのですが、その時にですね太陽と月明かりさんにライブスペースの方でヤジさんがまたねツイートをしてくれてるんですよね。ね愛のままにとかにね書いてあるんですが、本当に、ね、愛のままに行動しているのはねヤジさんの方ですよね。そしてヤジさんも恐れ入りますとか言ってねツイートをしてくれてるんですね。僕が生放送してる時に、なので今ね真っ昼間の独り言のツイートに関してちょっとね拾っていきますねとか言いましたが、ここまで全て、オンエア前です。まさかのオンエア前の真っ昼間の独り言の投稿なんですよね。それほどヤジさんおよびその魔女ハウスさんですよねがすごく愛されてるなっていうのが分かりますよね。魔女ハウスさんのツイートに関しては結構多い数のリツイートといいねがついてるんですよね。本当にね皆様のおかげでこの番組が成り立っているなっていうのは思っております。甘えではなくてですね僕もね自分の力だけでもどうにかね頑張っていかなくちゃっていうふうに思ってはいるもののですね皆さんで作っている感覚がとても僕は楽しくて嬉しいです、ね。もう毎週のようにお話をしているんですが、きっとね僕一人もちろん独り言っていうことなので、基本的にはね私一人で収録して私一人で編集して私一人で提出してみたいな、でその後にもね書類とかにいろいろあったりするんですけども一人で作ったりしてるんですね。しかしながらねこうやってね続けられているっていうのは間違いなく、このようにねリツイートとかいいねとかもそうですし、告知をしていただいたりとかコメントをしていただいたりとか、そういう方がねいると正直な話僕かなり気持ちが上がります。本当にこれかなり上がりますので、本当にねもちろんねそういうコメントがなくても頑張れよって言われればその通りです、おっしゃる通りですっていう風にしかね僕も言えませんが、でもやはりねこういう風な環境にあるっていうのは僕はとても幸せに感じております。本当に皆様毎週毎週ありがとうございます本当に。ということでですね、これからやっとですね、オンエア中のコメントになっていくわけです。これすごいですよね。ね、オンエア中のコメントになっていきますので、ちょっとオンエア中のコメントを見ながら、曲を流していこうかななんて思っております。はい、ツイッターネーム、塗装屋の若頭さんとかありがとうございます。イカスチ一家さんの東京って曲かっこいいっていう風に書いてありますよね。全く同意でございます。僕この曲を聴いて、今回ね初めて聴いたわけではなかったんですけども、この曲聴いた時ビビってきますよね。これが魂の曲なんだって思いますよね。でまたねヤジさんはからですねこの曲についてもね実はお話を
あの収録以外でも、させていただいたんですね。そのねお話はねちょうどそのオンエアには使われていないのですが、その日にねお話をしたのですが、なんかもうねお話を聞けば聞くほどもっともっとこの曲は好きになるんですよね。なのでですね、たくさん聞いていただいて、たくさん聞いていただいてね、まあ、皆様なりの、聞き方があると思いますので、たくさんね、いろんな思いを、持っていただけたらなと思っております。はい、そしてツイッターネーム小早川ルカさんとこれがありがとうございます。良いでしょう、良いよねーという風に書いてありますね。こちらのね投稿をですね、イカズチ一家さんの東京が流れた後のねお話なので、イカズチ一家さんのねことについて、触れていると、ね確定でございますね。実際いいんですよ、ね、本当にね先週のねこういうねヤジさんとのお話の流れからこの東京っていうね曲は流れるっていうのもねかなりドラマチックな流れでしたよね。なのでねやっぱヤジさんねプレイヤーとしてのねあの思いもあってですね、やっぱ特にねあのグサグサ刺さったんじゃないのかなと思ってます。ちなみにあの三日月一家さんの曲を流したいと言ったのは僕の気持ちだったので、そこはねヤジさんにお願いしたんです、ね、やっぱり自分の曲を流すっていうのはねあの抵抗があると思いますし、多分ね流さないのかなと思っちゃったんです。なのでもう先手打ちました。ヤジさん、イカズチ一家さんの曲は絶対に一曲流しましょうとね、必ず一曲は流しましょうというふうにねお話をしてね一曲選んでもらったんですよね。なのでね僕のね願いもね聞いていただいてね本当に嬉しかったですね。僕もね、素敵な、バンドだと、ね、思っておりますので、このねあの自分の番組の中で流せたことがとても誇りに嬉しく思っておりますね。ありがとうございます。そしてですね、とっさの若頭さん投稿ありがとうございます。米騒動というふうに書いてありますね。そしてそのね、返信で、コアな話題で違う面白さもありとか言っているんですが、まあ、いわゆるですね、あの、久米川っていうね、駅の近くに、ヤジさんのライ、オーナーしているライブスペース、ね、太陽と土明かりというところがあるのですが、このね、久米川っていうね、駅がですね、久しいっていう字がくですね、めが米っていう字なんですね。川は、川は川そのままなんですね。久しい米の川と書いて久米川なんですね。それでね、あの久米川っていうね言葉を聞いた時に、まあ、漢字がパッと出てこなかった人のために久しく米の川みたいなことを言ったんですよね。そしたら川に米流れてるぞみたいな話をしたんですよね。そこで僕がねポロッとね米騒動っていう話をしたんですけどもそこのねあの米騒動っていうところを、ピックアップしたのがすごいですね。あの実は米騒動っていう話をして、あのねその流れが久米川っていう言葉から米騒動っていう言葉を話したっていうのを覚えてるんですけども、どんな感じで話したかなっていうのはねちょっと思い出せなかったんですよね。それで僕聞き直したんです、そのために。そしたら本当に僕一瞬だけ米騒動って言ってただけなんですよね。なので、そこを拾っていただけるっていうことは相当集中して聞いていたんだなと思っております。すごいなと思いましたね。普通にここ気づくんだって思ったっていうことはですね、僕のねあの暴言とかねあの言っちゃいけない言葉とかもね、しっかりと届いているんだなっていうふうに思ってしまいましたので、気をつけていこうかなと思ってます ね、ね先週のですねあの生放送の方ではですね、先々週か生放送ですね、マイクがね切り忘れてたんじゃないかとかいう風にねあのお話があってた瞬間があったんですが、あれしっかり切っておりましたので、あのねちょっとねあのいろいろとね混ざってしまいそうなことらしいんですけどもね、なのでね、常に僕は、神々なところもねかなり気づかれているのかななんて思っておりますので、ゆっくりとしっかりとはっきりとゆっくりしっかりはっきりと言っていきたいなと思ってますね。米騒動ねありがとうございます。さて、そんなねヤジ、さんのお話をしながら番組を進めているのですが、まあ、もうそろそろねちょっとね曲を流していきたいなと思っております。その、ね、流す曲なのですが、ヤジさんがね
先々週かなのね、8月2日の5月、ね、この1個前の番組、まあ、今日はね、5月お休みなんですが、の番組のコメントでですね、ハイウェイ61大好きなバンドなんですっていう風に書いてありました。で、ね、その日たまたまハイウェイ61さんのゴールドっていう曲を流したのですが、そのように、ね、ハイウェイ61さんの、話があったので、今日はハイウェイ61さんの、曲からスタートしていこうかなと思ってます。でね、先週のテーマだった、個性の強い曲だったり、一回聴いたらもう離れられないようなキャッチでポップな曲というのは引き続きな感じでやっていこうかなとか思っておりますので、もちろんハイウェイ61さんの個性、抜群の曲から、今日のオープニングはやっていこうかなと思っております。それでは聴いてください。ハイウェイ61さんでレコード。はい、ただいま聴いていただきましたのはハイウェイ61さんでレコードでした、ね。実はこのレコードっていう曲なんですが、僕ね4パターンぐらい知ってるんですよね。で、今ね終わったなと思ったら 1,2,3,4 っていうのが始まったじゃないですか。確かあれ 1,2,3,4 ってもう1回やらないパターンと1回やるパターンとさらにもう1回やるパターンがあるんですよね。それぞれでリリースされています。で、しかも全く、アレンジが違うレコードというのもあるんですよ。なので、レコードって一つで言ってもですね、こんだけバージョンがいりますので、どのバージョンを流そうかちょっと悩んだのですが、ファーストアルバム、ね、The Best of Highway 61っていうものがあったんですが、まあ、その中で、ね、収録されている、レコードを、流させていただきました。僕本当にハイウェイ61さんが大好きで、コピーバンドをやっていたぐらいです。まあコピーバンドっていうかそのね1曲か2曲ぐらいなんですが、ハイウェイ61さんの曲をやったりとか、ずっと好きなんですよね。でまたね僕弾いてみた動画とかいうのを去年の5月から今年の5月まで1年ちょっとやったんですが、その中でもですね、このハイウェイ61さんの曲を結構歌っているんです。それぐらい大好きなアーティストさんで、ね、実はね僕1回か2回も共演をしたこともあるんですが、もうとてもね話しかけたりするようなね、もう天と地の差でございますので、ですがね、とても僕の中で素敵な思い出になっておりますね。そんなハイウェイ61さんのレコードでした。はい、それではですね、また、皆様の投稿を見ていこうかなと思っております。ツイッターネーム小林かるかさん、投稿ありがとうございます。せっかくやじくんゲスト会良い話してんの、してん時にまさかの着信、雨邪魔するな、そして再び視聴と書いてありますね。ありがたいですね。確かにね本当にいい話をしていたんですよね。おそらくこの時間帯、3時48分のツイートということはあれですよね、なぜ、太陽と月明かりというライブスペースを作ることにしたんですかとかいうお話をしていた頃だと思うんですけども、娘さんいい時に行きますね。あみちゃんね、素敵ですねこういうね感じがね。でもねそうやってね、お電話を切って、再び視聴していただいてる、ね、ラジオを聞いていただけてるっていうのがね僕はとても嬉しいです、ね。それで、ちゃんとお話はね娘さんとのお話は終わったんですかね。僕のね知り合いはですね、親にお母さんにね電話をしたらですね、ちょっとごめんすぐ切るわって無事で消えられたらしいんですね。でちょっとそれがなんか嫌だなと思ったらしくてもう一回電話かけてたんですってね。そしたらですね今レイド中だと、ね、何かっていうとですねポケモン GO やってたんですって。で強いボスと戦っているからちょ電話切るわみたいな感じだったらしいんですよね。なので、そういう風にね人には人の都合があるしね、人には人の乳酸菌がありますので、この時にもねラジオを聞いている時に着信が来てしまったということなので、ちゃんとね会話はできたのかどうかっていうのが僕ちょっと気になってしまうのですがね、きっとそういうねお話もした後にまた、視聴していただいたのかななんて思っております。なんかねほんわかするエピソードでございましたね。
そしてですね、続きまして、小早くるかさん投稿ありがとうございます。ハードオファーだからねという風に、ね、書いてありまして、このね、ハードオファーっていうのはですね、僕造語なのかね全くわからないんですが、まあ、ハードオファーっていう風にねツイートを検索したら意外とつぶやいている人がいたんですね。で僕もねちょっと前からハードオファーとかね、言っているんですけども、要するにハードオフが好きな人とかハードオフ巡りが大好きな人を僕はハードオファーって自分で勝手に言ってますね。僕新潟に行った時もですね、いろんな観光地があると思うんですが、ハードオフばっかり巡って、新潟ツアーを終えました。それぐらい本当にハードオフが大好きなんですが、僕最初なんでねその話題になったかっていうと、東村山市にイーストビレッジっていうのがあるんですって。で東村だからイーストビレッジですよね。で僕はそのイーストビレッジのことを知らなかったんです。で、ヤジさんがあイーストビレッジってこういう施設があるんですよっていうふうって言った時に僕知ってたんですよね。なぜかっていうと、そのイーストビレッジっていうところの中にハードオフが入ってるんですよね。でヤジさんはその時にハードオフが入ってるところなんですって言わなかったんですけども、こういうお店が入ってこういうお店が入ってというふうにね話をしたときに、あもしかしてその子ハードオフありませんかみたいな、ハードオフ行ったときに、ね、見かけた気がしますみたいな話をしたんですよ、ね。それぐらいね僕ハードオフ観点で、物事を見るとなんとなく場所が分かってしまうっていうね恐ろしい人でございまして、うん。で以前もですね私の知り合いがツイッターでですねハードオフに行ったよっていう本当に入り口しか映ってない投稿したんですね。でもですね、僕分かっちゃったんです、どこのお店か、ね。それぐらい、僕ハードオファーなんですよね。なので、なんかねこのようにハードオフについてのねあのコメントとか いただくとですねちょっと胸熱ですね。私が、ハードオファーというふうにね自他ともに認めるハードオファーになってきているのかななんて思うとですね、それこそ本当にねハードオファー名乗れるななんて思っておりますので、ぜひともね、ミノイコールハードオファーだと思ってください。もうそろそろ次の曲に行こうかな。そうですね行こうかな。僕はですねハードオフに、ね、巡るの大好きとか言ったのですが、他にもちょっとね巡るのが好きなところがあるんです。でそれ何かっていうと温泉好きなんですよね。って言ってもそんなめちゃくちゃ行くタイプじゃないんですけども、なんか嫌なことがあった時とか考え事がある時とか、まあ、そういう時って僕ねぼーっと一人で温泉行ったりすることが多いんです。ただそのコロナ禍になってからは本当に温泉行けてないです。なのでちょっとね寂しい気持ちなんですが、まあ、そのようにですね休日の使い方っていうとねもうハードオフ巡るで、それがちょっと落ち込んでる日だったら一人で動物園行くとかね、温泉行くとかそういう感じでなんか日々のねこういうなんかねをね癒しっていうんですかねストレスを取るようにしてるんですね。でその僕本当に動物園が好きすぎてフリーパスとかね買ってしまうぐらい好きなんです。なのでね僕にとってねハードオフ動物園、温泉っていうのはね僕のねストレス解消の、ね、3本柱だと思ってるんですが、もう動物園ってしばらく行ってないし、うん、コロナ禍になってからね温泉なんてめったに行かないですし大好きなんですよね本当に。まあ、僕の中でハードオフっていうのは、まあその機材でね、まあ、僕ちょっとねいろいろと活動しているので、まあ、行かないといけないのでハードオフにはね、なのでハードオフには、まあ、行ってはいるんですけども、という感じでですね温泉のお話もしたので温泉に関する曲も流したいななんて思っております。そのね、温泉に関する曲でせっかくなのでね個性強めの感じの曲がないかなと思ったらありまして、パンというね、バンドが大阪の方にいるのですが、パンさんがですね人生の湯っていう曲があるんですよ。このね人生の湯っていう、ね、素敵な曲がありますので、ここのね場所でちょっとねそのパンさんのね、曲を紹介しようかなと思ってます。 PAN と書いてパンでございますので、検索のね、際はちょっとね、いろいろとね、いろいろヒットしてしまうかもしれませんがパンスペースバンドとかねいろいろとね、調べてほしいなと思ってます。それでは聞いてください。パンさんで人生の湯。
はい、ただいま聞いていただきましたのはパンさんで人生の湯でした。イエ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 イ。もう本当にこの曲ね、楽しい曲ですよね。なんかそのなんて言うんだろう、普通に考えて人生の湯っていうね、タイトルからしてまずないじゃないですか。でね、しかもこのね、あのやっと掘り当てたとかやっと見つけたとかね、あのそういうね、あのニュアンス的なものなんですけども、それもね、なんかね、いろんな意味で、ね、捉えることができるのかななんて思っていて、もうなんか本当にね、パンさんのね、世界観がこうね、ギュッと詰まってるような曲なのかななんて思っておりました。やっぱり僕はですね、こういう早いテンポ でみんなで歌えるような感じで、ね、わーって騒げるような曲大好きですね、本当に。なんかね、なんとなくもうね、僕の好みとかね、分かっているのかななんて思うんですが、今日はそういうね、色をね、前面に出していきますので、残り1時間くらいなんですけどね、たくさんやっていこうかななんて思ってます。はい、ということでね、パンさんで、人生の湯でした。はい、そしてコメントもちょっとね、見ていきながらと思います。ツイッターネーム小林かるかさん、投稿ありがとうございます。あれ、みのるくん初なの、タイ付きの唐揚げ。通りでレトロポップで話した時、妙なリアクションだったんだわーって書いてあるんですが、そうなんですよ。実は僕、あの太陽と月明かりさんで今の唐揚げを提供していただくのは実は初めてだったんですね。で、その今の唐揚げじゃない時の、あの唐揚げ丼みたいな時は実は私何度も食べているのですが、今の形になってからは食べてないんですよ。なので本当に僕がね、コロナの関係で太陽と月明かりさんに行かなくなったぐらいに、おそらくその唐揚げのね、進化があったのかななんて思っております。うん、本当に今回が初めてだったので、僕ね、必ず太陽と月明かりさんに行った時はね、ご飯メニューもね、食べているので、なので、本当にね、であれば絶対食べているんですが、食べてなかったんですよね、本当に。でなのでね、僕もやっと初めて食べられたので、ね、この間の放送の時にですね、初めて食べられたので、これでね、胸張って食べたことありますと、いうことができるんですね。ちなみにね、塩コショウのようなね、味付けと甘辛のね、味付けのものがあったんですが、ね、どっちが美味しいんですかとかね、まあ聞かれるじゃないですか。なんですけども、正直決められません。本当に。本当に好みの問題だと思うんですけども、その状況と場合によってこっちが好き、あっちが好きってなるような感じでございまして、本当にどっちも美味しいので、ぜひともね、現地で食べてみてください。本当にね。なのでね、太陽と月明かりさんにね、最寄り駅久米川なので、ね、降りてほしいなと思っております。その駅に降りてね、ぜひとも行ってみてください。そんな感じでですね、妙なリアクションだったんだっていうね、ところからちょっとね、個性強めな曲をやろう、流そうかなと思っているんですけども、ポリシックスさん、僕大好きなアーティストさんのうちの一つなんですけども、ね、以前にもね、なんか何曲かね、こちらの真昼間の独り言でも流しているんですが、もう本当に大好きすぎて、ギターボーカルの林さんと同じような感じのエレキギターを買うぐらい好きなんですね。真っ白な、ストラトキャスターなんですけども、それぐらいね、大好きなバンドさんなんですが、そのね、ボーカルの林さんが作った曲なんですが、デモをね、メンバーのみんなに聞かせたときに、妙なリアクションを取ったという名曲があるんですね。しかしながら今はですね、その曲がライブでやるとですね、みんなで盛り上がるような曲になっているという話なんですけども、このね、先に言ってしまいますが、I My Me Mine っていう曲なんですね。 I My Me Mine で、このね、 I My Me Mine という曲なんですが、一番最初ね、ライブ版のね、映像を見るとですね、ライブの映像を見ますとリコーダーから始まるんです。で、ね、救急車とかのサイレンって、ね、通り過ぎた時に音変わるじゃないですか、というのをリコーダーで表現してるんですね。でその後にちょっとね、不思議な感じの楽器隊が入るんですよね。でその後に曖昧見舞い曖昧見舞いみたいな感じで入ってくると、ね、で、この曲どこがサビなのかなとか思うんですけども、おそらく、サビはキーボードソロなのかななんて思っております。でもね、あいまみまいっていうのもサビだと思うしね、ってところがあるんですが、もうロックンロールマニュアルみたいな、
ところもサビのような感じもするし、でもね、一番最初に言ったキーボードのところが、まあ、サビなのかななんて思うぐらい、まあ、どこもちょっとね、あの特徴的な感じなんです。本当にポリシックスさんはザ個性みたいな感じで、あの一回ハマってしまうともう抜け出せなくなるぐらい、あのすごい世界観を持っているんですよね。なので、このね I My Me Mine という曲を、聞いていただいてですね、その世界観を味わってほしいななんて思っております。もちろんね、他にもいろんな曲がありまして、あのケロロ軍曹っていうねアニメがあったんですけども、そちらの方ではですね、オープニングテーマを歌うとかね、そういう曲もあったりするんですよね。とてもメロディアスで世界観があってみたいな、なんですが、こちらはまた別の世界観があってみたいな、本当にザ・ポリシックスさんの世界観みたいな感じのね、曲がありますので、聞いてほしいなと思っております。それでは聞いてください。ポリシックスさんで I My Me Mine。 はい、ただいま聞いていただきましたのはポリシックスさんで I My Me Mine でした。もうね、あのこの曲と似た曲ありますかって言われたら絶対にないですよね。本当にそれぐらいあのオリジナリティな感じのバンドさんで、もうねこのポリシックスさんにハマってしまうと抜け出すことができないっていうぐらいね、本当にめちゃくちゃかっこよくて、ライブもねめちゃくちゃかっこいいんですよね。またね、でまたね、アナウンスとかもね、そこからもうエンターテインメントが始まってるんですよ、あの場内アナウンスから。なのでね、ぜひともね、ライブとか見てほしいななんて思ってるアーティストさんの一つなんですども、本当にね僕大好きなバンドさんでございますね。ポリシックスさんで I My Me Mine でした。さてちょっとね、投稿見ていきたいななんて思ってます。ハッシュタグですね、ハッシュタグまあビルマの独り言、ね、というね、ツイッターでですね投稿していただけたら、皆様のね投稿を見ながら、番組進めていこうかななんて思っております。ツイッターネーム、塗装屋の若頭さん投稿ありがとうございます。唐揚げ食べたいというふうに書いてありますね。いやー、唐揚げって平和な食べ物ですよね。実は僕10代の頃唐揚げ苦手だったんです。僕なんて言うんだろう、唐揚げが苦手というよりも揚げ物とかそういう油を感じるものってあんまり僕好きじゃなかったんですよね。なので高校時代に学食のね唐揚げが超美味しいみたいなねお話があったんですね。でめちゃくちゃ美味しくてみんなが食べているとね、醤油とかソースかけてご飯の上でね、ほかほかの状態でね、唐揚げを乗せて食べるみたいなのがね、流行っていたんですが、どうも僕そのね唐揚げもね、なんかもう揚げ物っていうものが僕の中でも苦手だったんですよね。でもなんかその苦手だなって思うのってなんかもったいないなとか思ってしまってですね、いろんなものを食べるようになったら唐揚げ大好きになりました。大好きです、完全に大好きです。本当にね、ね、ステーキ屋さんとか行ってもですね唐揚げ定食みたいなの頼んじゃうぐらい唐揚げが好きなんですよね。でね、塗装屋の若頭さん、唐揚げ食べたいって書いてありますね。ぜひともね、スーパーとかでね、閉店間際のスーパーとかでね、何十パーセントオフとかなってる時もありますので、ぜひともね、そういうのを狙って買ってほしいなと思っています。ちなみに皆様は、唐揚げの味って何が好きですかね？ね、僕、この間ね、太陽と月明かりさんの塩コショウテイストのものと、甘辛テイストのものを食べたんですが、僕今まで塩か醤油かしかないと思ってたんですよ。本当にそれぐらい で僕ずっとね、スーパーで醤油の唐揚げがあったりしたので、最初は醤油の唐揚げしかないもんだと思ってたんです。醤油しかないって。である日唐揚げ弁当をね買おうかなと思った時に、唐揚げの種類選べますよみたいな言われて、醤油と塩は追加料金ないっていうので2個ずつにしたんですよね。合計4個入れていい唐揚げだったんですけど、唐揚げ弁当だったんですけども、そして2個ずつにした時に僕気づいちゃったんです。塩唐揚げ美味しいなって思って、それから僕塩味とか大好きになったんですよね。だけどね、この間もね違う味を食べてですね、またちょっと僕の中での唐揚げに対する思いがまた変わっていってるんですよね。あ、こういう味もすごく美味しい、これご飯に合うみたいな、なので、
ぜひともね、こんな唐揚げが大好きみたいなのがあったら教えてください。本当にね、こんな唐揚げが大好き。ね。なんかね、こんな唐揚げは大好きとか言うとね、あれみたいですね。こんな〇〇は嫌だみたいなのありましたよね、昔ね。はい、なのでね、唐揚げ、ぜひともね、皆さん教えてください。はい、そしてツイッターネーム、小早川るかさん、投稿ありがとうございます。やじくん秘伝のヒント言っちゃったってね、書いてありますね。そうなんですよね、秘伝のヒントですよね、これね。唐揚げ実食、無言の実食とか書いてあるんですけども、このね、実食の意味もね、いろいろあるんですけども、一応ね、うっすらと BGM 流れてるんですよね、このね、真っ昼間の独り言って。でも無音すぎる時間帯が多いとですね、番組がやってないっていう風に勘違いをしてしまうことがあるらしいですよ、ね、なので、そういう風になってしまってですね、番組がパッて終わってしまうなんていうアクシデントもあるので本当にね、無言って怖いんですよね。でもですね、よくね、ほら、もぐもぐしてる音を楽しむとか言いますが、僕のもぐもぐはね、さすがにですよね。なので、ヤジさんに喋っていただいておりましたが、ね。そしてですね、唐揚げを食べる食べないみたいな感じで結構揉めてたんですよ。ね。やっぱりね、収録中に食べるの良くないよ、みたいな。っていうのは僕の意見だったんですが、やっぱり唐揚げをね、あったかいうちに食べてほしいな、っていう、ね、思いもあったと。いうことでですね、それが次の投稿につながっております。小早川るかさん、投稿ありがとうございます。さすがやじくん名案と、食べてきました、声が違うということなんですが、まあ、一回ですね、僕唐揚げを食べるためにブレイクタイムを取りましょうというお話をいただいたんです。なので、まあ、いわゆるこれ収録の番組でございますので、じゃあいただきますみたいな感じで一回放送を切って、で、次の録音ボタンポチッとしたときに、食べてきましたみたいな感じにしましょうみたいなね、感じになったんですよ。で、その時の僕のね、これから食べていいんですかみたいな感じになって、じゃあ、食べまーすみたいな感じで食べるんです。で、もうその、ね、数秒後、食べましたみたいな感じでね、元気になって帰ってくるんですよね。別にあれ演技一切なかったのですが、食べ終わった後とんでもなく僕元気になってましたよね。なのでやっぱり美味しいものを食べると元気になるんだなっていうのをね、めちゃくちゃ感じる放送だったななんて思っております。いや、本当に唐揚げには不思議な力がありますね、本当にね、ということをね、めちゃくちゃ感じた放送でもありました。さて、次の投稿を見ていこうかなと思います。ですね、ツイッターにも小早川るかさん、投稿ありがとうございます。いやー、この日をずっと待っていたよと。本当ならタイツキ見たかったけど、質問の仕方とか進行の仕方とか、ミノル君とヤジ君の関係性がよくわかる。グッ、この放送のことを考えて、ここかさ変なテンションだったとか、ヤジ君の知らない世界、イカズチ一家のこととか、引き出されたゲスト回、メラメラ、グッとよかった、みたいな感じで書かれておりますね。本当ですか、待っていただいたっていうね、言葉がとても嬉しいです。基本的にね、真っ昼間の独り言って本当にね、僕が一人で喋って淡々とね、喋ってる感じなので、しかしながらね、ちょっと慣れてきたということなので、ちょっとゲストも入れていこうかななんてことで、ヤジさんもね、お誘いしたのですが、まあ、実を言いますとですね、まあ、いつかヤジさん出てくださいみたいな話は相当前から出していたんですよ。出していたんですが、どうしてもですね、僕のスキルが足りなかったっていうことなんですよね。なのですね、そっか。それでですね、本当ならタイツキで見たかったけど、とかいうふうに書いてあるんですけど、そうか。もし次にヤジさんが、出演する回があったら、太陽と月明かりで放送を聞くみたいなのもあってもいいのかな。まあ、その時はね、ぜひとも魔女ハウスさんもね、ご協力願いたいなと思ってるんですが、ね、そうするといろんな人が、ね、また集まって、ね、いろんな意見を交換できたりするから面白いのかなと思っちゃいますよね。そしてね、質問の仕方とか進行の仕方とか、ミノル君とヤジ君の関係性がよくわかるって書いてありますが、いやー、僕反省してます。あの日ちょっと僕たくさん喋りすぎちゃったなと思ってたんですよね。それも理由があるんですよ。ヤジさんが紹介するアーティストさんがもう良すぎて、もう僕感想とか、うわーって、いい、かっこいい、わーって言いたくなっちゃったんですよね。
ね、なのでね、次回の時はもっと僕静かにします。本当に静かにします。しかしながらね、どのようにね、受け取っていただいたかってちょっとね、僕もねちょっとね、ふさわふさわしていたのでとても嬉しいです。そしてね、この放送のことを考えて5月変なテンションだったとかね、書いてありますが、変なテンションでしたかね、本当にね、あの日は僕ね、いろいろあった日ですね、愛のままにわがままにとかね、いろいろ流した日だっけな、ね、だと思うんですけども、ちょっと僕ふわふわしていたのかもしれませんね。この日が僕もね、個人的には楽しみな日でもあったので、ね、ちょっとね、ふわふわしていたのかもしれません。はい、そしてヤジス君の知らない世界、イカズチ一家のこととか引き出されたゲスト会とかいうにことだったのですが、僕もね、知りませんでした。ヤジさんのねことなんですが、僕ね、もともとはヤジさんね、その時の放送でもお話をしましたが、シンガーソングライターとしてね、姿しか僕最初知らなかったんですよね。で突然ね、太陽と月明かりという場所をオープンするって聞いて、もう僕ね、あのヤジさんだったらちょっと安心だなと思ったんです。これは素直なお話で、ヤジさんね、もうシンガーソングライターとしてご活動していた時から、ご活躍していた時から、もう本当に、ね、愛され方が、ね、半端なかったんですよね。なのでヤジさんがもうライブスペースを作ると言ったら、もうみんなが集まるんだろうなっていうのが一瞬で想像できたんですよね。でまたね、そういうところからイカズチ一家さんのね話まで僕もいろいろ知れたのがとても大きかったですね。なのでね、実はその日ね、撮り直しもしてるんですよ。実はですね、たくさん楽しく話しすぎてしまってですね、2時間オーバーしちゃったんですよ。なので、泣く泣くカットした部分があったり、じゃあここはちょっとみたいな、うまく短くしましょうみたいなところがあったりして、実はですね、収録したところよりもさらに少ないところしかオンエアは使われてないんですよ。なので、ぜひともですね、もう一回呼びたいですよね、本当にね。なので、ぜひともね、皆さんはヤイジさんもう一回出してとかね、どん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 投稿してください、本当にね。皆様の声が、現実につながるのかななんて思っておりますので、そのようにね、私も、次回ヤジさんが来た時はですね、いい振りをできるように、ね、いい司会ぶりって言えばいいんですかね、できるようにね、それまでに僕もトレーニングをしておきますので、ぜひとも皆様ね、よろしくお願いします。イエイエイ。そこでですね、この放送のことを考えて午後活変なテンションだったとかって書いてあるんですが、いわゆる午後活っていうのはね、この番組の前にやっている番組ですね、生放送の番組、ね、本日8月16日は、お盆休みのため、午後活は、ね、ないのですが、そのように先ほどね、午後活変なテンションだったとかと書いてあるんですが、僕はちょっとね、あんまり意識してなかったのですが、きっとね、ふわふわしていたのかななんて思うので、ふわふわしている曲をちょっとね、流して前半戦最後にしようかななんて思ってます。前半戦最後にしようかなと思ってますとか言いながら、もうすでに後半戦入ってる時間帯なんですけども、ちょっとね、区切りがちょっとね、つけられなかったのでね、ちょっとね、これから、前半戦の最後の、曲振りをしたいと思うんですが、以前ね、流しました相対性理論さんの音楽を流そうかななんて思ってます。以前流した時はラブズっていうんっていう曲を流したと思うんですよね。あのさん、まあ皆さんもあのちゃんって呼んでると思うんですけれどもね、あのさんがですね、このラブズっていうんっていう曲をですね、弾き語りしてたんですよね。でね、やたらと、素敵な曲みたいな感じだったんですが、そうなんですね、いや、あのさんも言ってましたが、相対性理論さんの曲だったんですよね。ということでね、僕もね、ラブズっていうんって曲をね、流したんです。確かときめきとかそういう感じだったかな、ちっちゃい女の子にね、ときめきしちゃったよみたいなね、いう投稿がありまして、そこからね、ワクワクドキドキみたいな感じでラブズキヨンをね、選ばさせていただいたんですが、今日流す相対性理論さんの元素記号っていう曲です。元素記号じゃなくて元素記号ですね。で、元素は元素そのまんまなんですが、記号はなんとか機構とかあるじゃないですかね、そういう機構です。説明が下手くそでごめんなさいね。なので、元素機構っていう曲をちょっと流していこうかなと思います。で、この元素機構っていう曲はですね、僕
弾いてみた動画とかでも弾いた曲でもあるんですが、この曲の何よりもすごいところっていうのは言葉の感じがとてもスッと入ってくる歌詞の選び方だと思ってるんですよね。なので、スッと歌詞が入ってきて、スッてまた自分も歌いたくなっちゃうような、でウォーウォーイエーっていう感じもですね、また耳から離れないんですよね。なので、まあ、今日みたいにねポップで病みつきになってしまうとかね、天才的な曲とかね、そういうねところにねぴったりなのかななんて思っておりますので、ぜひとも、ね、皆様もこの曲を聴いて病みつきになってほしいななんて思ってます。ちなみにねボーカルの薬師丸悦子さんは、これはウィスパーボイスの分類に入るのかな、ちょっと僕もねよく分かってないのですが、でもねとてもね心地よくてスッと入ってくるね、スッスッスッと入ってくるような感じの声なので、ぜひともね皆様の心にスッと入ってね、わーってね花が咲くような感じになっていただけたらいいなと思っております。それでは聞いてください。相対性理論さんで元素記号。はい、ただいま聞いていただきましたのは相対性理論さんで元素記号でした。いえ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 い、というようにですね、かなりね心地よい感じふわふわしてますよね。酸素水素二酸化炭素ってね、ね、とても僕ボーカリストと思えないぐらいの歌でございましたが、そのようにねずっとずっとね聴いていたいような感じのね曲なんですよね、その相対性理論さんの曲ってね。なのでね皆様もぜひともいろんな形で聴いてほしいななんて思っております。相対性理論さんで元素機構でした。はい、ジングルが鳴ったということはですね、なんと後半戦に入りましたので、一度ご挨拶をさせてください。 FM88.7MHz ラジオ川越より送信しておりますマッピルマの一人言、後半戦も始まりました。担当パーソナリティは埼玉県川越市を中心に各地で活動していますサニークラッカーというバンドのミノルが担当しております。残り、50分ぐらいよろしくお願いいたします。さてね、こちらのラジオ川越の放送なのですが、スマートフォンアプリレディモというものでもね聞くことができます。そしてですね、スマートフォンアプリのレディモが入ってないよって方はですね、 JCBA インターネットサイマルラジオという言葉を検索してみてください。 JCBA インターネットサイマルラジオ、という言葉を検索をしてみてください。そうするとですね、全国のコミュニティ FM がですね、聞けるサイトに飛ぶので、そちらからですね関東地方を選んで、ラジオ川越を選んでいただければすぐに、この放送を聞くことができるかななんて思っております。そしてですね、外にいるから聞けないよって方は安心してください。川越市に行ってください。埼玉県川越市に行ってください。埼玉県川越市にサンロードっていう、ね、商店街があるんですね。川越駅東口を降りてですね、アトレっていう建物がすぐ見えてくるので、その中を突っ切ってください。で降りた後にですね、もう目の前に商店街が広がってるんですね。そこサンロードです、ね。そちらに歩いていただくとですね、こちら、真っ昼間の独り言、のが入っているラジオ川越の放送が聞くことができるんですね。街でラジオが聞けるってすごいですよね、なのでぜひともね、あの川越のサンロード商店街を歩くときはぜひともねイヤホン外しながら、どんなラジオやってんのかなとか、どんな街の音なのかなと思って聞いていただけたらいいななんて思っております。どうぞよろしくお願いいたします。さてそのようにですね、まあピルマの独り言っていうふうにやってるのですが、ね、この番組ね、基本的には音楽、トーク番組という感じになっておりまして、音楽について、ね、お話をしたりとか、ね、好きな音楽ねじゃかじゃか流したりとかするんですが、このね番組の中でもですね、いろいろとねまた僕のなんか作曲して歌ったりもしたいななんて思っておりますので、そうなんかねまたねできたらいいななんて思ってますので、ね、またねそういうところも出していきたいななんて思っております。またね僕ちょっとね次、この方をゲストにしたいなみたいな候補が結構いるんです。なのでこの人なのかななんていうのをね想像しながら、待っていただけたらまた嬉しいななんて思っていますね。ニヤニヤしちゃうよね、僕がね、僕がニヤニヤしちゃいます
そしてですね、この真っ昼間の独り言なのですが、皆様からのね、投稿、ご連絡っていう方もあれなんですが、待っております。ハッシュタグっていうのが、ツイッターでありまして、そのね、ハッシュタグ真っ昼間の独り言というふうにツイートをしていただけたら、私がね、反応を、して、ね、この番組の中で、皆様のね、コメント等を確認しながら、番組進めていきたいななんて思っておりますので、何かありましたらぜひとも、投稿よろしくお願いします。そしてもう一つお願いがあります。何かありましたら投稿よろしくお願いしますと、言いましたが、何もなくても投稿よろしくお願いします。という感じですね、やっております、真っ昼間の独り言でございます。このようにですね、ちょっとこれからちょっと皆様の投稿を見ていこうかなと思います。はい、ツイッターネーム小早川ルカさん、投稿ありがとうございます。きたーね、のろしさんの都会は東京だけじゃないからねっていうふうに書いてあります。あ、実はですね、僕も放送を、しながら、ああそうだよなっていうふうに思って聞いておりましたね。そして収録もしておりましたね。なので、またね、いろんな形でね、曲って角度でね、いろいろ変わりますよね。なのでぜひとも皆様もね、もちろん僕もなのですが、いろんな角度でね、音楽を聴いてみたらいいかなと思っております。そのためのね、なんかお手伝いみたいなことできたら僕めちゃくちゃ嬉しいのでね、ぜひとも真昼間の独り言っていうのはね、そういう場所で使ってください。ぜひともぜひともって思っております。ありがとうございます。山本のろしさん、かっこいいですよね。一回聞いた時からかっこいいと思ったんですけども、これが2回目3回目になるともっとかっこいいと思うんですよね。でも初めて聞いた時のその衝撃とか衝動っていうのがずっと残ってんですよね。これすごいですよね。初めて聞いた時のね、その衝撃っていうのってずっと薄れていくじゃないですか。でもそれがいつ聞いても何回聞いても残ってるんですよね。で、僕はその PV を結構何度も見たんですけども、その映像がまたね、ちょこ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 出てくるんですよね。なのでやっぱりそのね、都会っていう曲なんですけども、それがね、PV と一緒に、まあ、ミュージックビデオっていうのかな、今はね、ミュージックビデオと一緒にですね、流れてくるので、ぜひともね、ミュージックビデオとセットで、見てほしいななんて思っております。よろしくお願いいたします。で、その後にですね、太陽と月明かりさんがですね、いろいろと、告知も間挟んであるんですけども、そうですね、そしてですね、ヤジさんも投稿していただいておりますね。こちら放送終了後となっているんですけども、ラジオご視聴いただきありがとうございましたというふうに書いてありますね。そのように書いてあって、そこのですね、投稿がですね、写真があるんですが、僕が唐揚げ丼を見てめちゃくちゃ喜んでる写真なんですよね。左手には唐揚げ丼、右手のところには唐揚げの単品って言えばいいんですかね、というふうに唐揚げに囲まれている写真があるんですね。とてもね、僕こういうね、顔だったんだなとか思うととてもお恥ずかしいのでね、なんですがね、それほどね、魅力たっぷりな唐揚げが載ってますので、ぜひともね、その投稿を見てください。もちろんですね、ガジさん、ね、この日はね、ラジオご視聴いただきありがとうございましたというふうに書いてありますが、こちらこそ本当に、出演していただきありがとうございましたっていう気持ちでございますので、ぜひともね、またヤジさん来てほしいななんて思っております。そんな真っ昼間の独り言の後半戦なのですが、とってもね、楽しくてハッピーな曲から、始めていこうかななんて思っております。で、私がね、サニークラッカーというバンドをやっているのですが、とんでもなく影響された、バンドのうちの一つでございまして、そのバンドさんがですね、チューブトラックさんですね。チューブトラックっていうバンドがいるんですけども、チューブトラックさんの音楽を、ちょっとね、後半戦一発目に流したいななんて思ってます。で、以前ね、チューブトラックさんの音楽、確かマグネットっていう曲かな、を流したことがあったのですが、今回はですね、また違うテイストの曲を流したいなと思ってます。で、その曲がですね、踊る大海賊船っていうね、曲なんですね。で、これがね、またね、とんでもなくポップで、また平和な曲なんですね。そもそもね、このタイトルなんですけども、ね、踊る大変編っていうね、
ね、映画っていうかね、ドラマって言えばいいんですかね、あるじゃないですか。ね、多分それのタイトルをモチーフにしたものなのかななんて思ってるんですが、と言いつつも、この海賊船の大きな海賊船、大海賊船ですよね。その上でですね、みんなが踊ったり、いろんなね、あの生活があるんですよね。でこれが、本当に踊る大海賊船になってるんですよ。本当にテーマのタイトル通りになってるんですね。で、僕、その、このチューブトラックさんなんですが、もちろん曲もいい、ライブも楽しい、ね、とんでもなくライブ楽しいんですけども、その素敵なバンドさんなんですが、その言葉のチョイスがですね、個人的に大好きなんです。チューブトラックさんの。なのでですね、まあ、どういう言葉を使っているのかなとかいうのをね、聞いていただけたら嬉しいななんて思ってます。で、またですね、なんて言うんだろう。よく聞いているとですね、いろんなところからたくさんの声が聞こえてくるんですよね。本当にね、先週僕が流したモーニング娘。さんの音楽のように、ね、いろんなところからガヤ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 聞こえるんです。これが僕の中ではもうドツボなんですよね。サニークラッカーのね、音楽を聞いていただいてもわかるように、いろんなね、声が入ってると思いますので、いわゆるそういうイメージですよね。まあ、ガヤとか言うんですけども、ね、そういうのをね。なので、僕がね、こういうサニークラッカーっていうバンドをやるっていうのはですね、まあ、少なからず、チューブトラックさんの影響はあると僕は思っております。しかしですね、チューブトラックさんのこの曲ね、とんでもなく僕好きな曲なのですが、確かこの曲、YouTube とかサブスクとかね、そういうのにも出てなかったような気がするんですよね。なので、放送終了後に、こちらの楽曲を紹介するってことがちょっとできない曲なんですけども、ちょっと残念ですよね。できないんですけども、でもですね、何かしらの形でまた、彼らの動画とかサブスクとかがね、見つかった時はちょっと皆様にね、ちょっとお伝えしたい、どうしてもお伝えしたいバンドさんの一つなので、またその時にまたね、チューブトラックさん流したいなと思っております。そんなですね、踊る大海賊船って曲なんですが、本当に楽しい曲になっておりますし、曲が途中で一回止まって、なんかね、からくりが出てきたりするような曲なので、もう一つ一つの言葉、そしてどういう音を使っているのかとか、そういうね、本当におもちゃ箱をひっくり返したような感じになってますので、ぜひともぜひとも皆様、楽しく聴いてほしいななんて思っております。それでは聞いてください。チューブトラックさんで踊る大海賊船。はい、ただいま聞いていただきましたのはチューブトラックさんで踊る大海賊船でした。もう本当に楽しい感じの曲ですよね。スッチャッチャースッチャッチャーとかね、スッチャ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 ーもそうです。スッチャースッチャーみたいな、本当にね、なんかその踊れるような感じのリズムを刻んでくれて、しかもね、なんかその物語っぽい感じでね、本当に海賊とかそういうね、皆様がこういう感じだったんだろうなみたいなことをね、思いますよね。カモメが出てきたりね、新大陸発見したりとかね、なかなかね、そういうね、世界観の曲なんてなかなか書けないですよね。チューブトラックさん、本当にこういう世界観のいろんな、曲があるので、ぜひともいろいろ聴いてほしいななんて思っているんですが、聴く方法がね、とても少ないので、もうね、よかったよかったとか言ってくれれば、どん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 チューブトラックさん僕、流します。僕実はチューブトラックさん大好きで、CD は一応全部持っているんですが、実はその CD デビューする前にとん、ね、関東、もともとね、チューブトラックさんは名古屋のバンドだったんですが、関東にもね、よくツアーをしに来てたんですね。で、その時に僕結構よく見に行っていまして、デモ CD も実は僕全部持っていたんですよ。ん？持っていた？そうなんですよね。チューブトラックさんのことが好きだった、友達がいて、貸したきりなんですよね。なのでね、ちょっとね、今ね、ほら、いろんな方法でまた CD 手に入れることもできるかななんて思うので、チューブトラックさんのね、CD、どうしても僕ね、取り返したいんですよね。中にはね、正式に音源として発売されてない曲、全国流通されてない曲も、
音源の中にあったりとかバージョンが違ったりするのでね、やっぱりそのねデモ CD ね、もう一回手を理解したいなっていう本音があるんですけども、どうにかしたい、という感じでですね、僕の大好きなバンドチューブトラックさんの、踊る大海賊船でした。イエ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 イ、という感じでですね、皆様からの投稿も見ていこうかなと思います。ツイッターネームとすやのまかがしゃさん、投稿ありがとうございます。エディさん、みのるさん、お疲れ様でした。唐揚げ丼めっちゃうまそう、てん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 みたいな感じで書いてあります。正直に言いましょう、唐揚げ丼めちゃくちゃ美味しかったです。もうね、唐揚げ丼の話をね、なんかずっとしてるような気がしますような唐揚げの話をしてるんですが、ぜひとも買いに行ってみてください。もちろんね、ライブがやってない時はテイクアウトとかも確かできたはずなので、本当にね、お店に行って、唐揚げ丼ください、持ち帰りでとか言うとね、その場で作ってくれて、そのままね、ペイペイで払うと今 20% オフになるんですって、東村山市は。なので、東村山市に行った際はね、ペイペイにチャージしてね、ペイペイで支払っていただけたらお得に、唐揚げ丼も食べられるんじゃないのかなと思っております。本当にね、放送でもねお話ししたのですが、今ねキャッシュレスとかいう時代になってきておりまして、ライブハウスとかでもね、ペイペイ使えるところが増えてきておりますが、太陽と月明かりさんはね、本当に、ペイペイが使えるようになった時期がめちゃくちゃ早かったんですよね。で、めちゃくちゃ早かったって言っても、オープンが2019年の10月だったんですけども、その頃にはもうすでにペイペイ使えたんですよね。なので、僕その時まだペイペイ入れてなかったんですよ。入れてなかったんです。で、演者の方がね使ってて羨ましいなーみたいな感じで指くわえて見てたんですよ、僕。なのでその時にヤジさんにね、次僕出演する時はペイペイ使ってご飯食べますみたいなことを予言したんです。予言って予告っていうんですかね。それで、ね、その後にね、僕出演した時はペイペイで支払いをして、当時のね唐揚げ丼、今の唐揚げ丼ではないのですが、当時の唐揚げ丼とか限定品だとポテトサラダとかいろいろ食べた記憶があるんですよね。なのでね、そういう意味でも本当に最先端なライブスペースなんだなと思っておりますね。いろいろまた思い出してしまいますね、本当にね。本当に嬉しい限りでございます。なんかこうやって思い出せる記憶があるって嬉しいですよね。そんなね、今週もね、皆様のコメント読みながらやっているんですが、先週確かね、これぐらいの時にですね、アイドルに関してめちゃくちゃ僕熱く語っていたななんていうことを今思い出しまして、でその時に実は流そうと思っていた曲があるんですけども、なぜかその時アイドルの曲を流さずに、まあ、アイドルの曲っていうか僕が流そうと思っていた曲を流さずに違う曲を流したような記憶があるんですよ。ちょっと今ね、その何の曲流したかって思い出せないんですけども、なので今日は、まあ、アイドルの曲を流そうかなと思います。ちょっと待ってよ、先週モーニング娘さん流したじゃないかと思うじゃないですか。はい、アイドルの曲です。アイドルの曲なんですが、でも僕がですねちょっとひねってですね、今日私が流すのはアイドルというタイトルの曲を流そうかなと思います。アイドルというタイトルの曲で、それは何かというとですね、ウィーナーズさんですね。ウィーナーズっていうバンドさんがいらっしゃるのですが、ウィーナーズさんですね。僕ウィーナーズさんね、とんでもなく天才だと思ってます。本当にね、先週今週は耳に残る曲だったりとか天才とかね、そういうことをね中心に、やっているのですが、このウィーナーズさんとんでもなく、僕好きなんですよね。で、ね、僕が好きな曲ってさっきみたいにね、踊れる曲とか楽しい曲もそうなんですけども、とんでもなく速い曲が好きなんですね。で、とんでもなく速い曲が好きなんですが、その中でもメロディーがねグッとあるものが僕特に大好きでございまして、そういうところを考えるとウィーナーズさんは僕の中でも大好きなツボがたくさんあるんです。で、これから流す曲は2分ちょっとのね曲なので短いなと思うかもしれませんが、ウィーナーズさんの中では2分ちょっとはもう長い曲ですよ、ね、長い曲なんです。それぐらい1曲は短いんですよね。で、このアイドルっていう曲、これから流す曲はですね、
あのなんとですね、繰り返しがあるんです。んって思いますよね。あのウィーナーズさんのカルトポップジャパンっていうねアルバムがありまして、その中の曲にアイドルっていう曲が入ってるんですね。でそのこれから流すアイドルっていう曲はおそらくそのカルトポップジャパンっていうアルバムの中で多分一番長い方の曲段になると思ってるんですが、その他の曲はほぼ繰り返しがないんです。ほぼないんです。なのでサビ一発やって終わりみたいな感じの曲が多かったりするんですよね。ですがあのこのアイドルっていう曲はですね繰り返しがあるんですよね、で何やらこの曲いい曲なんだからもう一回どっか繰り返しなよみたいなこと言われて、あ繰り返しという方法があったんだみたいな感じだったらしいんですって、なんかちょっと僕本で読んだんですけどもね。なのであ繰り返しっていう概念がそもそもなかったのかななんて思いながら、でもやっぱりウィーナーズさんすごくて、ただ繰り返すだけじゃないんですよね。なので本当に短い曲なんですけども、その中でもいろんなからくりとかいろんな仕掛けが入っていて、本当に僕ね何度聴いてもこの曲飽きないんですよね。でまたですね、あのタマヤさんっていう方がこのギターボーカルやってるのですが、タマヤさんね最近は電波組の、楽曲提供とかしているんですよね。でまたその電波組さんのね楽曲を聴いてみると、展開がねいろいろ変わっていく曲が多いじゃないですかね。なので、それはですね完全にタマヤさんです。完全にタマヤさんです。もうウィーナーズさんの音楽を聴くと、もうちょこちょこ展開が変わっていくんです。比較的このアイドルっていう曲は、まあ、展開が結構どうなんだろう、まあ変わるんですけど、その中でもですね、あこういうリズムで刻むんだっていうのがガラッと変わったりする曲も結構多くて、なのであとはねみんなで叫んだりとかするポイントとかめちゃくちゃあったりするんですけども、もうとにかくこの曲がもう大好きすぎてしょうがないんです。この曲がって言い方は良くないですね。この、ウィーナーズさんがですね、大好きすぎて仕方ないんですね。なので、ぜひとも皆様に聞いていただきたいなと思っております。実はちょっといろいろウィーナーズさんね思い出もあるアーティストさんなのですが、まあ、それはまた後ほどっていうか何ヶ月後になるかわからないんですけども、いつかお話できたらいいななんて思っております。でそのなんかウィーナーズさん、ああもうねもっと話してたらね終わってしまう番組が、なので、曲を流していこうかななんて思います。それでは聴いてください。ウィーナーズさんでアイドル。はい、ただいま聴いていただきましたのはウィーナーズさんでアイドルでした。いやー僕本当に大好きだなーって思いましたね。改めてなんかね本当に大好きとか言うのはね小学生並みの感想になっちゃうんですけども、僕ねこのなんて言うんだろうね、この後の展開がどうなのかわからないようなバンドっていうのもね、それはそれで僕すごい魅力的だなと思っておりまして、まさにウィーナーズさんなんてそういうねバンドさんなのかなと思ってます。このね短い時間の中にこんだけのね展開が詰まっていて、それでいてポップじゃないですかね。なんかね素敵だなっていう言葉しかもう出てきません。もうね大好きなバンドさんです。ウィーナーズさんでアイドルでした。さて、皆様のコメントちょっとまた見ていこうかなと思っております。ツイッターに小早川瑠香さん投稿ありがとうございます。みのるくん、よじくん、楽しかった、お疲れ様、また次回もっていう風に書いてありますね。ありがとうございます。私ね、非常にですね、楽しかったとか言われると嬉しいです。今回もねもちろん皆様のおかげですし、ヤジさんが来てくれたおかげっていうのもあるんですね。なのでね、また次回もとか書いてありますので、また次回もねヤジさんが、来ていただけるように、この番組続けていきますので、ぜひともよろしくお願いします。いやーもうねそのね小早川瑠香さんのハッシュタグを見るとですね、紹介アーティスト熱すぎるっていう風に書いてあるので、本当にこの日暑い日だったんですよね。イカズチ一家さんから始まり、一ノ瀬まなみさん、そして、大貫永春さん、そして、山本のろしさんのようにこの4組が彩った回だったんですよね。みんな熱量の塊のような、
方たちで、もう本当にね、僕聞いていてね、胸がワクワク、そわそわドキドキしちゃいましたからね。なので、きっとね、放送を聞いていた皆様もね、そのような思いになりながら聞いていたのかななんて思っております。本当にね、僕のね、大好きなアーティストなんですが、本当に僕の口から紹介しようかなと思ってたんです。ですが、やはりこれはもうね、ヤジさんを通して紹介した方が絶対にね、いい日になるんだろうなっていうのがもう分かってしまったので、ヤジさんにお願いしたんですよね、出てくださいってね、お願いしたんですけども、ね、ぜひともまたね、そういう日が作れたらいいかななんて思っております。全然関係ない話なんですが、僕先週ですね、8月9日の収録なんですが、データ消えたんです。提出日の前日かなんかにですね、データが消えてしまいまして、うわーみたいな感じになっちゃったんですよね。確かね、僕ツイッターにも書いたと思うんですが、データ消えちゃったみたいなこと書いたんですが、やっぱりね、消えた時に限ってですね、なんかいい感じにね、番組が進んで録音できていたような気がするんですが、もちろんね、それを超える、録音をして8月9日のオンエアを、やったわけなんですが、8月9日大丈夫でしたか？僕声落ち込んでませんでしたかね？そのね、8月9日のね、放送がデータが消えてしまって、撮り直したっていうのをですね、8月9日のね、放送の時に言ってしまうとちょっといやらしいじゃないですか。なのでね、8月16日のオンエアの時にね、言おうかなとか思ったんですけども、いやー、非常に悔しくてですね、言葉が出なかったです。実はちょっとね、様子がおかしいなとか思っていたんですが、保存もできたんですよ。保存もできたんです。なので、まあ安心してたんですよね。そしたら、保存できてなかったんですよね。というね、もうなんとも、僕このようにね、真っ昼間の独り言、ここまで大きくデータが消えたのが初めてでございまして、まあ、ちょっとね、録音できなかったとかいうぐらいはあるんですけども、ここまで大きくできなかったの初めてだったんですね。でも考えようですよね。安藤店長だったりヤジさんとかが、ゲストの時にデータ消えちゃったらもうね、もう取り返しがつかないですけども、自分だけの問題だったらどうにかなっちゃいますもんね。なので、まあ、タイミング良かったなと思いましたけど、それでも落ち込みましたよね、さすがに。僕最大のピンチ乗り切りました。まあ、乗り切ってるのかわからないですけども、なぜならば、この収録はまだ8月9日迎えてない時に収録してるんですね。ここだけの話なんですけども。なので、どんな感じのね、レスポンス、反応があるのかっていうのは、ね、ちょっとまだ分かってないのですが、でもね、結果的に、元気に、録音できたんだと OK だったのかなと思ってますので、ぜひともね、そういうね、温かい目でこれからも応援してほしいななんて思ってます。ということでですね、次の曲はですね、OK っていう曲を流そうかなと思っております。データ消えても僕元気に OK しましたよっていう意味で OK って曲を流せさせてください。次のね、出てくる OK って曲はエクストララージさんっていう風に XL と書くんですが、エクストララージさんっていう日本のバンドさんなんですね。で、これがなんかデジタルと、まあ、いわゆるテクノですよね。テクノだったりヒップホップだったりポップとかパンクとか、そういうものを全部詰め込んだような素敵な夏が似合うバンドさんな、だと思ってます。エクストララージさんの OK という曲なんですが、で、何やら調べると、発明ボーイカニパンでしたっけね、というアニメのエンディングかなんかで使われた曲なんですって。なので、まあ、一応アニソンですよね、アニソンね、でございますが、なんでそのエクストララジさんのその、OK っていう曲ですね、OK っていう曲がですね、とんでもなくポップで耳に残る、そしてもう一回聴きたいなーなんて思うような曲なので、ぜひとも今回ね、中毒性のある曲とかね、個性たっぷりとか天才とか、ね、もう一回聴きたいとかいうテーマでやってます。テーマの振れ幅が広いこと広いことなのでですね、今日も、そういう曲でやっていこうかなって思っております。ね、なので、ぜひともね、このエクストララジさんの OK を聴いて皆さん痺れてほしいななんて思っておりますので、流させてください。それでは聴いてください。エクストララジさんでOK。 はい、ただいま聞いていただきましたのはエクストララージさんで OK でした。
もう本当に夏本番みたいな感じもしますし、とんでもなくポップですよね。なんかラップみたいな感じのね、言葉が詰まってるような歌詞もあれば、とんでもなくポップな瞬間にガバッと変わっていくみたいな、本当にこういう天国大好きでございますね。ぜひとも僕をね、知ってほしいアーティストさんの一つでございます。今もやってないのかな、エクストララジさんね。しかもなんかレンタルとかでもなかなか見つけられないアーティストさんなんですよもね。はい、ぜひとも知ってほしいなと思ってます。でなんだかんだですね、私、2週に続いてですね、個性の強い曲とか、印象に残る曲とか、そういうのをちょっとね、あの中心に流させていただきました。で、ね、私、それで、ね、2週に続けて流したんですけども、やはりね、ビートルズさんの曲を流したいなと思っております。で、あのビートルズさんの個性全開の曲があるんですけども、これすごいことで、個性全開の曲があるんですが、それ将来的に普通になっていくっていうのがすごいですよね。それ何かっていうと She Loves You って曲なんですが、まずこれね、あの彼女は君が好きなんだよっていう、僕は君が好きとか、あなたは僕が好きっていう視点じゃなくて、彼女は君が好きなんだよっていう、まさかの自分がいないっていう世界線ですよね。彼女は君が好きなんだよ、 She Loves You っていうね、歌詞の世界線だったり、ドラムのドゥルンドゥルンドゥンっていうから始まるっていうのも今までないことでした。そして、ね、基本的にはね、ビートっていうのはね、シンバルみたいな金物でね、刻むのが、メインでしたが、このフロアタムってドン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 っていうので刻んでいる。そして、イエイイエイイエイっていう言葉を歌詞に入れるってことはタブーだった。でそのように、あ、そして一番最後 G っていうコードで終わるんじゃなくて G6 っていうコードで終わるとか、こういうコーラスがつくとか、メインボーカルがこういう風になっているとか、あのいろいろとですね、個性全開の曲だったのですが、いつしかビートルズさんのロックが普通となって、今ねこの時代に残っているっていうのがすごいですよね。なので、まあ、個性っていうのはまさにこの人たちから始まったんじゃないかぐらいのね、気持ちにもなっているんですが、そんなね、ビートルズさんの、曲を、説明とかね、思いをね、あの話してしまうと2時間番組で終わらなくなってしまいますので、今日はね、とんでもなく短くお話をしていこうかななんて思ってます。またね、これから流すね、She Loves You っていう曲なんですが、なんかドイツ語バージョンもあるんですよね。あ、そっか、ドイツ語バージョン今日は流せばよかったなぁ、とか思っちゃった。でも、いやいや、今日は英語バージョン流しましょう。ね。なのでね、今日もね、いろんな思いで、この曲を聴いていただけたらいいかななんて思っております。それでは聴いてください。The Beatles さんで She Loves You。はい、ただいま聴いていただきましたのは、ザ・ビートルズさんで She Loves You でした。この曲、確かリリースが1963年とかなんですよね。なので、もう58年前か、とかなるんですよね。これ、8月23ですって、ね、63年の8月23なので、ほぼ、ね、58年前ということなんですけども、約60年前からこんな曲があったって思うだけでちょっとゾゾッとしますよね。本当にね、とか思っているんですけども、そんなに She Loves You という曲でしたね。大好きな曲です。そんなこんなで今日のね、あの放送ちょっとね、復習したいなと思ってるんですが、1曲目はね、ハイウェイ61さんで レコードという曲ですね。33回転という曲ですね。で、2曲目がパンさんで人生の湯と、ね、やっと出た湯気はメガネだけ曇らせた。で3曲目はポリシックスさんで I My Me Mine って曲でしたね。で僕ちょっとね、さっきのほどの放送で、サビがピアノっぽいみたいな、鍵盤っぽいみたいな話をしたんですが、違いましたね。サビリコーダーっぽい感じがするって感じですね。もちろんね、ピアノのところもなんかサビっぽい感じもするんですが、サビがリコーダー、確かそんなこともなんかね、雑誌に書いてあったような気がするんですよね、ご本人が話しているね、という感じで、曲でした。4曲目、相対性理論さんで元素機構、ね、酸素、水素、二酸化炭素というね、そして、5曲目チューブトラックさんで踊る大海賊船、ね、なんかね、フライパン叩いてる音とかあった曲ですね。6曲目、ウィーナーズさんでアイドル、ね、たくさん展開があった曲でございます。7曲目、エクストラージさんで OK、ね、ヒップホップと思いきや、ね、急にポップにガラッと変わる曲ですね。
で8曲目がザ・ビートルズさんで She Loves You のように、ね、奇想天外のロックが今となってオーソドックスな、ね、形になっていったというね、奇想を作ったビートルズさんの She Loves You という曲でございました。もうね今日も、約2時間ですね、ずっとねこの番組やってるわけなんですけども、皆様今日何かね新しい発見の曲はあったかな、どうなんだろうなとかね、僕もいつも思いながら放送やっているのですが、ありましたか、ね、先週同様この曲はちょっと個性強めだったみたいなね、いうのがありましたら、ぜひとも、ハッシュタグマッピルマの独り言で、投稿していただけたら、僕ねめちゃくちゃテンション上がりますので、投稿もよろしくお願いいたします。そしてね、毎週毎週ね、この後の番宣もしているのですが、今日はね生放送がないかもしれないみたいな感じなので、ちょっと確定ではないので、ちょっとね次の番組のねちょっと番宣ができないのですが、ぜひともねこの次のあね、普段ならばあるはずの高江川さんのお茶でも飲もうという番組があるんですが、毎週毎週僕はね大爆笑しながら聞いていますので、ぜひともねこの後のね生放送があったらねぜひともね聞いてみてください。なくてもねこのまんま FM88.7MHz のラジオ川越をね聞いていただけたらななんて思っておりますので、皆様の生活に、寄り添っていけるような、番組を僕も作っていきますので、ぜひともよろしくお願いいたします。さて残り30秒ぐらいになってしまいました。改めて自己紹介しますが、マッピルマの独り言、メインパーソナリティは埼玉県を中心に各地で音楽活動していますサニークラッカーというバンドのボーカリストミノルが担当しておりました。お盆休みなのかな、皆様はねちょっとよくわからないんですが、普段ね、この番組聞かないリスナーの方にも、届いたらいいななんて思って、2時間やっていきました。それでは素敵な月曜日を皆さん、また来週さようなら。